クマノミアカは、スズメダイカの赤の一つ。二族三十種が所属し、一般的にクマノミと呼ばれるが、この名は、クマノミアカの一種アンフォプリオンクラルキーの、標準和名として与えられている。鮮やかな体色、大型イソギンチャクとの共生、性転換など多くの特徴を持ち、干渉魚としても広く利用される一群である。すべて海水魚で、 インド太平洋熱帯域のサンゴ礁に分布する。日本近海では、本州中部以南に6種が知られる。植生は雑食性で、小型甲殻類や、付着藻類を食べる。他のスズメダイカ魚類と、同じく、左右に平たく側平たした体型を持つ。この体付きは、サンゴの枝や、イソギンチャクの植手の間をすり抜けるのに都合が良い。 生魚の全長は10から15センチメートル程度。体色は鮮やかで、0から3本の白い横縞を持つ。背びれのトけ状は、通常10本、稀に9本、または11本で、南状は14から20本。応列うろこ数は50から78枚。災害骨は、虚子状である点が、スズメダイカに属する他の赤との間別点になっている。卵を保護する。 クマノミアカの一種何らかの形で、イソギンチャクと関わりを持つ魚類は多いものの、クマノミ類とイソギンチャクの共生関係は、最も高度に発達したものとなっている。すべての種が、ハタゴイソギンチャクかの大型イソギンチャク類と共生する。通常、イソギンチャクの触手に触れた動物は死方による攻撃を受けるが、クマノミ類は死方に対する免疫を持つため、 触手に触れても問題なく行動できる。ただしこれは生まれ持った体質ではなく、幼魚が徐々にイソギンチャクと触れ合うことで免疫を獲得する。このメカニズムは完全には解明されていないが、体表の粘液分泌も、また、司法毒への順応に不可欠な役割を果たすと見られている。両者の関係は一般に愛理共生と考えられている。熊のミ類は、 イソギンチャクの触手の中で外敵による捕食を避け、自身と卵を守りつつ、他の強制生,生物や、イソギンチャクそのものを餌とする。一方で、クマの実は、蝶々魚など、イソギンチャクを狙う、他の生物を追い払う。さらに、イソギンチャク表面のゴミを取り除き、餌となりそうな有機物を、イソギンチャクに運び、強制藻類の繁殖を促すような行動が、観察されている。 この関係を通じてイソギンチャク側が得る利益は大きく、クマの実と共生するイソギンチャクはそうでない場合と比べて高い成長率と無症性食率及び低い死亡率を示すことがわかっている。クマの実類は孵化する前の卵の時点で将来の宿主となるイソギンチャクの匂いをすり込まれる。制御が住み着くイソギンチャクは生涯にただ一つで、 数メートル以上離れることも稀である。同じハタゴイソギンチャク科学種に共生する動物として、クマノミと同じ、スズメダイ科の三つ星ロスズメダイ、甲殻類では、イソギンチャクカクレエビ、アカホシカニダマッシュなどが知られている。一つのイソギンチャクには、通常複数のクマノミが共生する。この中で最大の個体がメス、二番目に大きい個体が、ツガイのオスとなり、 残りの個体は繁殖に参加しない。メスがいなくなると、つがいのオスだった個体がメスに性転換にし、3番目に大きい個体がオスに昇格して、新たなペアが形成される。このようにオスからメスへと性転換することを優性戦熟と呼ぶ。宿主のイソギンチャクにごく近い岩場に散乱し、散乱後は、つがいで卵に水を送ったりゴミを取り除いたりと。 細々した世話をする。これは、スズメダイカに共通する習性である。卵から孵化した飼魚は数日にわたる浮遊生活を送った後、海底のイソギンチャク類に定着する。和名、クマの実は色分けされた体色を、歌舞伎役者の熊取りに見立てたもので、実は、魚介を表す設備ごとされる。また、クマは、 隠れ場所を意味し、イソギンチャクの触手の間に隠れる行動に由来するという説もある。英名、クラウンフィッシュは、イソギンチャクと戯れるような行動が、クラウンのようであることに由来する。また、イソギンチャクに寄り添うことから、アネモネフィッシュ、さらに鼻に群がるミツバチに見立てての、シビーという呼称もある。2003年にヒットした映画、ファインディングにもは、 クノの実赤の魚を主人公とした作品である。日本版ディズニーの公式ページでは主人公のニモを隠れクマの実としている。しかしニモのモデルはクラウンアネモネフィッシュであるという意見もある。30種が属する。プレムナズ属はクマの実属アンフォプリオンのシノニムとして扱われる場合もある。クマの実アンフォプリオンクラルキーハマクマの実アンフォプリオン。 フレメーティスカクレクマノミアンフォプリオンオセロリーズ、派生的な系統に属する種ほど、体の横縞が少なく、体高が高くなる傾向にある。次のような系統樹が得られている。ありがとうございます。